琉球のスターティングラインナップです。琉球今日は4枚入れ替えてきました。ゴールキーパーは田口で、金井、岡崎、中川、沼田、大本、福村、富所、中野、草野、清武が入ります。岩手のスターティングラインナップ、こちらは5枚入れ替えてきました。ゴールキーパーは松山健太で、深川、牟田、小野田、宮市、脇本、湯気、中村大輔、モレナト、和田正史、ブレンデル。宮市ヘディング、モレラトを走らせますが、ここは中川が対応して、モレラトはチェイシング。田口のキック、ちょっと風で戻されます。草野ラストパス、後ろから中野だ。素晴らしい、押し込んだ岩手、それを跳ね返した琉球。中野克也の2戦連発でホームの琉球が先手を取りました。中野克也、今このドリブルからこのクロスですよね。まあ、清武選手は本当に中野選手がそこにいるってことを理解してたので、これスルーですよね。まあ、岩手の方はそのセンターバックをこう縦に引きずり出されて、こう崩されるっていうのは町田戦でね経験してるんで、そこの意識というのはあると思いますが、お草野が右を振ってきた。おポスト右、サイドバックの裏取りました。中村のクロス、中川跳ね返してセカンドボール、湯気、沼田、もう一度打つ、左ポストの左です。いい攻撃でしたね。湯気、翼、日体大卒ルーキーです。若手とねベテランというかね、融合が見れますよね。まあ、J2 リーグは試合数も多く、そして過密スケジュールですからね、今シーズンは。おっと右抜けた、宮市だ。枠の上、沼田、和田です。小野田のクロス、ヘディング、宮市クロスバー、かき出した。いや近づいてますね、岩手はゴールにね。本当そうですね、はい、ここも大本が右サイド深いところでボールをキープして戻して、福村のクロス、清武、裏を狙ったボール、こぼれ球、そこからもう一度つなげていきます。奥山、転がしてきて、ここは、小松が振る、小松隼太の恩返しなんで、岩手が追いつきました。いや、素晴らしいシュートですね。前半の4分に先手を許した岩手、73分途中交代の小松隼太の今シーズン初ゴール、嬉しい恩返し弾で追いつきました岩手。清武です。失礼、中野、中野は、これは悔しいですよね。試合時間は80分を過ぎました。1対1、琉球は中野、そして岩手は小松のゴールでゲームが振り出しに戻りました。阿部だ。で、右から金井のクロス、阿部クロスバー、すごい。いやー、どんな体勢からでもゴールにね
すごいですね、ボールを蹴る、中村敦坂、小野田、深川です。深川が打つ、深川、素晴らしい、深川大輔、今日デビューの大卒ルーキーが貴重な勝ち越しゴール。してやったり深川大輔、ね、見事に枠を捉えました。おそらく蹴り込んでこないと思いますので、そうですね、はい、ここはキープします、ね、でここで試合終了のホイッスルです。琉球対岩手、 J2 リーグの南北対決、制したのは逆転で岩手です。今シーズン2勝目、深川の嬉しいデビュー戦で J 初ゴールとなりました。